こんにちは、僕たちは韓国人バンドピアルジです。今日一緒に勉強したいと思った曲はノベルブライトのファンファレです。から一緒に勉強したいと思った方は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。基本的な説明です。名前はノーベルブライトです。活動は2013年からしました。事務所はジェストとレーブルはユニバーシャルシグマです。はい、バンド名ノーベルブライトは新たな輝きという意味を持ってで、新しい光になれたらいいなという思いが込められています。この曲ファンファレはノベルブライトの2番目のメジャーフルアルバムの収録曲です。この曲について自分自身の背中を押してくれる曲になって、スポーツをやっていたり何かに頑張っている人にぜひ聴いてほしいですとコメントをしました。それで今日は皆さんの頑張っているところを考えながら応援をもらって勇気を出せるようになったらいいなと思います。では行こうよ。아진짜고음이정말너무깔끔하신것같아요진짜희계단이후로이렇게고음깨끗하게잘내는건처음인것같아요너랑항상절대부르지마 근데또남자들은그고음에또도전하는그래서노상라이브에서도노벨브라이트곡을되게많이사람들이한대요그럴때갑자기등장해가지고자기노래불러주는사람한테가자기도같이부르고이런영상이되게많더라고요신주쿠 역에서도했더라고요되게다들스타일리시해딱요즘밴드느낌넥스트제네레이션음악처음시작하면딱무슨 J-POP 이다이런느낌확실히딱받는것같아요진짜이런스타일은일본에서만딱들을수있는느낌이딱있어그리고통기타가들어가면엄청청량하게된다딱여름느낌도딱주는중이야그래서지금무대에통기타를세워놨네요어서요 안들리면좀그러니까안보이면좀그러니까세워놓은것같아요오아신기하게세워놨다치고있는것처럼세워놨네아그럼실제로쳐요아아이런동영상공연하면진짜너무좋다보컬멤버이외에는한번다바뀌었더라고지금멤버로유일한오리지널입니다아니보컬멤버가휘파람세계대회에서두번이나우승했대진짜잘불러 가족들이다음악을잘하시더라고요개인채널을봤는데뭐동생어머니랑같이커버한영상도있고아버지가드라이플라워기타쳐주시고아들이노래하고막이러는데가분과다시자나그때이네음악가족딱그런느낌이더라고요이게되게베이스가자유분방해요스윙같은느낌이거든요그위에올라가고막기타음향대까지올라갔다가내려가고이러는데그리고드럼도되게달린느낌이드는게이게남미음악에서쓰는소카리듬이라고이게 J-POP 에서많이보이는요선배이게되게달린느낌이에요
계속 달린다. 제목이랑 잘 어울리는 거 같아. 일단 응원 받아야 되는 사람? 우리도 이제 릴리즈에서 뭔가 응원 막 받고 싶은데 딱 좋은 곡이었던 것 같아. 여기 되게 신선하더라. 여기서 선택지가 그지? 너무 락적이지 않고. 이게 또 이번 투어 이름이 되게 신박하더라고요. 노상 라이브에서 일본 부도칸으로 가는 길. 졸라 너무 멋있다. 처음 부도칸 확정났을 때 어떤 기분이었을까? 이번에 파이널이 부도칸이야. 그래서 노상 라이브 하는 사람들 약간 많이 같이 부르고 이런 것도 있는 거지. 마음이 가겠지. 다 같은 마음이잖아. 개개인이 매력이 다 있는데 베이스는 거는 모델로도 활동할 것 같아. 오 진짜로? 오히려 기타가 완전 스타일리시해. このバンドが始まった時にこうワノクのカバー曲って始まったと聞いたんですけど、僕たちもワノク好きじゃないですか、同じ道を一緒に行ったらいいと思うのでよろしくお願いします。あのボーカルが一番目立つ、でもみんな派手にそして楽しく楽しめる楽曲じゃないかなと思いました。音楽で誰かを応援することが僕も僕の価値観と結構ちゃんと合ってると思いまして、僕も応援もらって僕たちも音楽でなんかその応援を返したい気持ちはいつもありますけど、この曲で逆に僕も応援もらいました。僕も音楽で返すように頑張ります。このアルバム、実はこれを先に押したあのタイトルじゃないんです。愛とか恋とかっていう曲。こんなにも愛とか恋とかの言葉で片付けられないくらいの愛し、なんか本当に時代に合わせた曲があるんですけど、それを先押してなんかそれある程度売れるようになって、それ2週間後にこの MV を公開したんですね。でそれで本当にあどっちもいい曲だから、あのどっちも聴けて、あの知ることができていいなと思いました。本当にいいマーケティングだなっていうふうに思いました。初めて見たバンドなんですけれど、もう僕たちも行きたい道をもう行ってる感じで、曲ももうさっき言った通りに僕たちを応援してくれる感じで、本当に力になりました。ありがとうございます。今日もたくさん勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々、登録といいねとアラン設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。